先発イーグルス早川でした。今日は久しぶりの6月6日以来の勝利をかけてのマウンドです。立ち上がりご覧いただきます。先頭の福田見逃し三振、その後2番の宗からも三振を取ります。今日は早めに追い込んで、そして早めの勝負。立ち上がりは3者連続三振、素晴らしいピッチングでした。バファローズ先発田島です。イーグルスは初回先頭の小深田、初球これがライトオーバー、先頭打者ホームラン。1回の裏イーグルスが1点を先制します。さあ先制点をもらった早川2回です。杉本にこれ早めに追い込んだんですけども粘られて、その後左中間に運ばれました。杉本の今シーズン第20号同点のソロホームラン、1対1になっています。さあその後です。3回は2アウトランナー3塁1塁、ピンチを招きましたけれども、ここは足立をサードゴロ。そしてイーグルス4回の裏です。先頭の大越、これがサード内野安打、今日もヒットを放ちました。そして続く辰巳のバントが田島のエラーを誘って、ノーアウトランナー二塁一塁で、この後ワンアウトになってトップに帰って小深田です。センターの前、小深田タイムリー、今日2打点目、2対1イーグルス1点リードと変わります。さあまたリードしてもらった早川の5回です。なかなか2回3回4回と三者凡退のイニングは取れなかったんですけれども、この回はテンポよく3人で終えました。さあそして6回です。この回はバファローズ2番から始まる上位打線、先頭の宗がライトへのツーベース、ノーアウトランナー2塁、3番の足立のこのバント、早川エラーでピッチを広げます。ノーアウトランナー3塁1塁、今日4番に入っています吉田正尚です。この辺りがサード茂木のファインプレー、まあ、ランナー1人帰りまして、これ同点になりますけれども、茂木のいいプレーがありました。そして早川はこの回途中でマウンドを降ります。そして2番手は安楽です。その安楽が中川圭太をショートゴロダブルプレー、ピッチを出しました。さあそして安楽イニングまたぎ7回もということになりました。先頭の若月が出てノーアウトランナー1塁、これダブルプレーですね。この回は先頭の西村フォアボールで出て若月のバント、これ鈴木大地がいいプレーでした、ダブルプレーを取りました。そして2アウトランナー2塁で福田セカンドゴロ、今日はイニングまたぎになった安楽でしたけども0で終えました。さあ8回は3人で酒井です。同点の8回、3人目としてマウンドに上がりました。ツーアウトを取ってこの吉田正尚との勝負、最後はカーブで三振を取りました。ゼロで終えた8回のピッチングでした。バファローズ8回ヒゲンスがマウンドに上がっています。今日2安打の小深田、3本目のヒットはセカンド内安打、ツーアウトランナー1塁から出ました。これで2塁1塁チャンス広げて鈴木大地でしたけれども、ここはあと1本です。同点のままゲームは9回です。9回ソンチャーホーがマウンドに上がっています。先ほど杉本から三振、この後ランナー1人出しますけれども、代打ジョーンズ三振を取りました。そしてバファローズ9回の裏、平野義久です。イーグルスの方は3番から始まった打順でしたけれども、最後は岡島が倒れてゲームセット。オリックスとの最初のゲームは2対2引き分けに終わっています。